はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、KK でございまして、今回ポケットモンスター XY ランダムフリー実況の方やっていきたいと思います。相手のパーティーはミカルゲ、ガブリアス、クレセリア、フシギバナ、ヒートランギル、ガルド。こちらのパーティーはマタドガス、スピア、クロバット、アーボク、ドククラゲ、ロード、オラミドロ、ロピとなっております。ちょっと相手は厳しいかな。ガス、クレセドランがいて、ガルドもいて、バナもガブもいる。ミカルゲもちょっと厳しい状況だ。これはどうしようか。マタドガス、毒クラゲが必須かな。毒クラゲが必須。初手は何でいこうかって感じか。初手何でいきましょうか。鋼タイプでもヒートランなら厳しい。クロバット。さあ、マタドガス。いや、ドラミドロ。初手ドラミドロ。初手ドラ、初手ドラか。初手ドラじゃないんだよな。でもなんか初手ドラじゃない気がするんだが、ちょっと。とこれは厳しいなぁ。アーボックではないよなぁ。アーボックではない。アーボックではない。ドラミドロ。ドラミドロでなんとか活躍はできる気がしないので、スピアもダメ。アーボック。初手アーボックでちょっと S を下げていきましょう。で、マタドガス、毒クラゲ。で、今回アーボック、マタドガス、毒クラゲ。この3匹でいきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。クレセドランはちょっと厳しいよ。それにガブもいる、バナもいる、ガルドもいる。さあ、中ポケたちに勝てるのか。一体それはどうなのか僕にもわからない。この勝負、初手はアーボック。アーボックで S を下げてちょくちょくダメージを与えていく。ガルド、ここでギルガルド、最初から S が低い。これは厳しい状況だ。これはどう立ち向かっていこうか。これはどうしよう。不意打ちという技があるんだが、先に自信を当てていきましょうか。相手はキングシールド。キングシールドをやっていった。初手守り安定なのでしょうか。自信が当たっていかない。まあ A も下がっていかない。まあ自信をそのまま当てていきましょうか。さあ、相手の自信当てていきましょう。アーボック自信を当てていく。自信を当ててどこまで行っちゃう。そこまで行っちゃう。そりゃすごい。バトルスイッチで、どこまで削られるか。相手シャドーボール。シャドーボールで耐えてくれればいいんだ。耐えてくれれば耐えてくれる。アーボックは耐えてくれる。玉持ちだったか。で、ここでね、キングシールドは相手しないと思うので、ここで不意打ちでとどめ刺しましょうか。バトルスイッチ、キングシールド。これはやっちまったが、まあいいでしょう。まあ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。不意打ち当たっ、うまく決まらないから A は下がらない。で、相手影打ちで多分落としにかかると思うので、不意打ち安定ですかね。不意打ちで狙っていきましょう。引っ込めてきた。ここで引っ込めてガブか。不思議バナだ。ここでバナバーナーが来た。ここでバナバーナ。バナバーナか。バナバーナならヘビにらみで麻痺させましょうか。ヘビにらみ。行きましょう。相手メガバナになるでしょう。メガバナになってくるが、まあ大丈夫。そっか、氷技が等倍になってしまうのか。熱い脂肪で。これは厳しい。だが、ヘビにらみ、にらっと睨んで、麻痺させていく。麻痺させてこい。麻痺。麻痺、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 眠りごな当たってくんか。当たってっちゃうか。眠りごなが当たっちゃうのはちょっと厳しいなー。むー、ちょっと厳しいが、まあいいでしょう。こっち回復していくんでね。大丈夫でしょう。これは何がいいのかな。氷の規模に自信を当てていくのが安定なのかな。自信を当てていきましょうか。相手は引っ込める。バナを引っ込め、何出してくる。ギルガルドを出してくる。ここでギルガルドを出してくる。これは悠長なことをしたよ。教えてあげよう。このアーボックはね、次のターン起きちゃうんだよ。起きて不意打ちをあなたに当ててしまうんだよ。さあ来い、アーボック。目を覚ます。不意打ち。当たってくー。で、ギルガルドを突破。ナイス、アーボック。さすが、ちゃんと自覚している。アーボックじゃないとギルガルドを落とせないことをちゃんと自覚していた。さすが、アーボック。実力が違いすぎた。さあ、ガブリアスは出てくる。ガブリアスはちょっとね、氷の牙でいきたいと思います。自信が当たっていくね。まあ、これでアーボックは落ちたでしょう。さすがに耐えることはできない。アーボック、お疲れ様。ギルガルドを突破しただけでも十分、十分だ。
で、ここでマタドガス、マタドガスを出していきましょうか。ここでマタドガスを出していくのが当たりなんですよね。で、ここで発動します。最強カード目覚めるパワードラゴン、これでガブリアスを突破しましょうか。さあ引っ込めてきた引っ込めてきたか。メザドラゴンなんだけどな。くっそー、メザドラゴンがうまく決まらないか。ちょっと悲しいな。メザドラゴン、このドラゴンタイプだけを対策したドラゴン、まあ、毒クラゲに安定ですね。入れ替えですよね。ここは毒クラゲに入れ替えていきましょう。これはちゃんとうまくプレイングをうまくすればね、勝てる戦いなんだよ。眠りごな、当たっていく。まあ眠らされるのはしょうがない、眠らされるのはしょうがないが、まあ大丈夫でいうこと、大丈夫、まあ大丈夫、まだ大丈夫。ここで冷凍ビームを打っていきましょうか。相手は引っ込めてくるよね。絶対引っ込めてくるっていうの分かっていた。で、一回眠って次のターン起きてくれるのを願うので、で、ここでマタドガスに入れ替えも安定なんですが、多分入れ替えないでしょう。冷凍ビームを打っていこう。ここでドラゴンクロー、やはり入れ替えてこなかった。分かっていたよ、ドラゴンクロー。耐えていく。目を覚ます、冷凍ビームを当てていくんですよ。はい、ガブリアスを突破できないのがね、毒クラゲなんですよね。さあ行きましょうか、冷凍ビームもう一発。さあ相手地震、相手普通に地震を打てるのか、普通に相手地震を打てたのか、びっくりびっくりびっくりドンキー。さあ普通にハチマキだと思って入れ替えたと思っていたが、ここでマタドガスを登場させていく。で、ラストマタドガス、ここでね運命力を使っていきましょう。さあここはね大文字っていうのもありなんだよな。ヘドロ爆弾、ちょっとダメージ計算していいですか。少しダメージ計算します。技でちょっと威力の計算させてください。で、ダイモン自害力110、ヘドロ爆弾タイプ145。あー、意外とヘドロ爆弾の方がダメージが通りますね。じゃあヘドロ爆弾を打っていきましょうか。不思議バナにもね備えてヘドロ爆弾を打っていく。ドラゴンクロウが当たっていくが、ドラゴンクロウ普通に耐えてヘドロ爆弾を当てていく。そしてガブリアスを突破、なんとか効果今一つでもガブリアスを突破していく。これがメガネマタドガスの実力だ。さあラスト、メガ不思議花対マタドガス、これは一体どちらにね軍配が上がるのか。どちらが勝ってもおかしくないこの状況。ヘドロ爆弾を当てていくさあヘドロ爆弾を当ててどこまでダメージが通るか。めちゃくちゃ通っていくが、眠りごなで眠っていく。さあここだ、ね、マタドガスが起きるか起きないか、それによってこの対戦が決まってくる。さあヘドロ爆弾当てていくが、マタドガスを起きることはできるのか。さあ一体どうなんだ、相手をまひってくれればとても嬉しいが、ギガドレインでチューチューされていく。そのチューチューされていくダメージが30ぐらい、なかなか厳しいが、なかなか厳しいが、マタドガスが起きてくれれば、マタドガスがこのターンを起きてくれればとどめを刺すことができる。ヘドロ爆弾、さあマタドガス眠っている、まだ眠っている、まだ寝足りないのか、まだ寝足りないのか。ヘドロ爆弾を当てていくが、ヘドロ爆弾もなかなか厳しいダメージ。ここで起きないと、ここで起きないと勝つことができないぞ、マタドガス。ここで自覚を持て、ここで試合に勝つという、このねマタドガス起きてください。さあ行け、マタドガスグーグー眠っている。さあここはヘドロ爆弾乱数に頼って願ってくる。乱耐えろ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 、耐えていかないの。はい、では第2回戦始めていきましょうか。相手のパーティーはギルガルド、月光がデオキシス、海王がミュウツーガルーラ、この6匹ですか。ちょっと厳しい感じですけど、デオキシスと海王が戦ったことあるんだっけ、あまり覚えてないですけど、ミュウツーはね確か初な気がします。戦っていきましょうか。初手は何で来るんでしょうか。ここら初手はデオキシス、ミュウツー、ギルガルドっていうこの左3匹で来る予感もするんですけど、いや、海王がの雨降らしで月光がの水技アップっていう可能性も高いので、初手はまず様子見で、初手様子見で何行こう。初手様子見って言っても様子見できるポケモンが全くいないので、これは特殊がばっか多いということで、毒クラゲを入れていきたいとこなんですけど、
毒クラゲで対処できるかって言われたら対処できると思うんで毒クラゲいきます。でエスパータイプが多いのでスピアーさんを頑張って戦わせて、で、ああ僕は今回活躍できないと思うのでラスト1匹マタドガスじゃ対処はできない気がする。特殊ばっかが多いのかね。特殊がドラミドロ先輩も入れてもいいんですけど、ドラミドロ先輩はなんでか知らんけど火力がね不足してるので、ここはクロバットかアーボックどちらかを入れていきたいので、どちらに入れていこう、どちらを入れた方がいいのか、水タイプが多いからギガドレインでチューチューしてもいいんですけど、この2匹でいくとギルガルドが突破できないのでアーボックを入れておきましょう。じゃあ今回毒クラゲ、スピア、アーボック、この3匹でいきたいと思います。さあやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。一体伝説ポケモンは出てくるのか、それとも出てこないのか、それはわからないですけど戦っていきましょう。理想としてはミュウツー Y でやってほしい。ミュウツー Y でキシス、海洋が、まあどれ出てもいいんですけど、ミュウツー、海洋が、初手海洋が来ましたが、やはり雨降らしで水技をダメージを上げていくっていう作戦で来ましたが、それは大体読めていた。そこは読めていたので、こちら毒クラゲ、こちら水技アップだが水ダメージ、水ダメージ与えれないので、ここはアシッドボムで特防を下げていきましょうか。相手は何か入れ替える、雷忘れていた、やばい、これ忘れていた、耐える、普通に確認程度 OK、 確認程度よかった、アシッドボム当てていく、よかった、確認程度でよかった、毒棒2段階下がっていく。で、もう一発雷打ってくるんで、ここはミラコート打ちましょう。忘れていた、本当に雷というのを忘れていた、危なかった。毒クラゲはちゃんと直気持ちなので、拡散でね、耐えていくんですよ。ミラーコートガッシャンと海洋画を突破していけるか、突破していくんですよね。毒クラゲで海洋画を突破していけるんですよね。これがポケットモンスター。今のポケットモンスターは海洋画をね、毒クラゲで突破できる世代になってきたんですよ。これでミュウツーが登場。多分ミュウツーは Y か X。あのパーティーで行くと、X の気がするので、そのままもうアシッドボムを当てていきましょうか。相手のが先手でしょう。いや、Y か。ここでミュウツナイト、Y であった、特殊であったか、あのパーティーの感じでいくと物理タイプなのかな、物理なのかなと思っていたけど、ミュウツー Y が登場してきた。サイコブレイク。ここで放っていくのがサイコブレイク。恐ろしい技を使ってくる。これはちょっとやばいんじゃないかな。これはちょっとやばい気がするんだけど、僕の気のせいなのか。僕の気のせいでやってほしいんだけど、これはとてもピンチということになってくるのかな。これはピンチ？ピンチっていうパターンなのかな。ピンチをチャンスに変える男、それがスピア。メスでやった、男じゃなかった、女だった。これで相手のサイコブレイクを1で耐え、虫の知らせシザークロスで落としていく。それが僕の夢のスピア。さあ行け、サイコブレイク。サイコブレイクなんてどうでもいい、当たっても1残る、確実に残っていく。さあ相手どうするか、入れ替えてくるか。でもスピア相手に入れ替えてこない。サイコブレイクが放っていく。でもスピアさんは気合の助け持ちだから1は絶対耐えていく。スピアさんが1で耐えてガムシャルでもよかったが、ここは虫の知らせのシザークロスが当たっていく。さあどこまで削れるか。ミュウツー Y を落としていくんですよ、急所。さすがスピアさん、アニメで悪役してることはある、かなり強い。やはりスピアさんは強かった。ほんとすごいスピアさん。最後はデオキシス、ラストはデオキシス、アタックホルムですか。これはもうガムシャラ一択ですね。相手のが先手取られると思うんですけど、頑張っていきましょう。サイコキネスが当たっていく。やはり当たっていくのはちょっとしゃあないか。さあ頑張ろう。スピアさんは急所に当ててくれた。スピアさんは頑張って急所に当ててくれたんだ。頑張って当ててくれたな、アーボック。貴様のお前の真の実力を見せてあげなさい。アーボック威嚇で攻撃力下げていくか、意味がない、そんなことを、意味がない、そんなことをしてる場合じゃない。さあアーボック不意打ちでデオキシスの急所に当て突破してみせなさい、不意打ち。さあアーボックの不意打ちが当たっていく。そこまで削れるか、デオキシスを突破していく。対戦ありがとうございました。アーボック強え、アーボック強え。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方をねしていただきたいと思いますので、
皆さんお願いします。 PC の方は画面上にあるチャンネル登録というところをクリックしていただけるとね、確認画面が出ますので、そこのチャンネル登録というところを押してください。いち早く情報が更新が確認できますのでお願いします。スマホタブレットの方、スマホタブレットの方は動画下の説明欄のチャンネル登録はこちらというところの下の URL をクリックタップかタップしていただけるとチャンネル登録というボタンが出てきますので、そこを押してください。また僕の動画が見たい、続きが気になるという方はぜひお願いします。ではまた来週。